鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日はですね、荷物が届いたので、ちょっと開封してみたいと思います。その前に、前回の AirPods の視聴で、ちょっとハイの部分ができてないみたいなことをちょっと言ったんだけれど、全然出ないわけではなくて、よく聞くと聞こえるんですけれど、考えてみると、AirPods で聞くよりも、iPad で、iPad 本体で聞くときの方が、ローが抑えられて、当然ハイが相対的に強く出てくるわけですよね。なので当然わかりやすいだろうと思うんですけれど、それと AirPods は、誰に聞いてもらっても、空間下で少し向こうの方にと音像がと構築されるっていうところと、あとミドル的にも抑えられている印象があるなっていう、同時にローの厚みっていうのがあって、なんかウーファーが鳴ってるんじゃないかっていう人もいるぐらいなんですけれど、で、今回の有線の A4000 ですね、外付け の DA コンバーターにつなげているわけだけれども、ちょっとフルレンジっぽいっていうか、確かにダイナミックドライブは一発だったと思うんですけれど、どちらかというとちょっと 6K あたりが強いのかなと、ローよりもね、というところもあって、これとかこれで聞いた時に、トライアングルの音、あれトライアングルの音はだいたい 6K ぐらいですよね。1万以上ってことはそんなに高い音でもない、金コンっていう感じですから。で、まあいずれにしても、ちょっともうちょっと、研究が必要かなというふうに思います。で、それとですね、もう一つ、前回、その時にロスレス化がどう変化するかっていうことを言ったんですけれど、26日にブルームバーグから、Apple は AirPods 製品ラインナップを全面刷新へみたいな、すごいニュースが飛んできた。で、マーク・ガーマンっていうちょっと有名な、リークで有名な人なんですけれど、ちょっと情報元はよくわかんないですけどね、 AirPods 新しいラインナップ全面刷新へっていうことで、これは結構新たな領域をなんか狙ってのことかなと。どういうところを狙ってんのかな、さっきのそのロスレス化に関係してるんじゃないのかなって。ヘルスケアもありかもしれないですね。で、いずれにしても来年再来年に向けて追いかけるものが一つ増えたなという感じで、また楽しみなところでもあるという感じですね。アップルがまた何か企ててるなという感じで、あとですね、イベントが今月末、日本では31日の朝9時からなんですよね。なんでいつもと時間が違うのかなっていう、クパチーノだと仕事が終わったら見てねっていうイメージにはなるんだけど、クパチーノだとだいたい 5時なんですね、夕方ので。ニューヨークだったら夜の8時ぐらいなんだけど、でも世界で見たらいろんなところで時間は違うわけなんで、不思議な感じだなと。内容的には多分新しい Mac だと思うのですが、iPad もあるのかな。これも楽しみだなという感じです。ということで、ちょっと前段が長くなっちゃったんですけども、ちょっと、開封したいと思います。これですね、はい、タスカムの US2x2HR っていうのかな、オーディオインターフェース、リモートとか、あとこういう映像のマイク取りに使う、卓上に置くやつですね。で、今までこれですね、ズームの U24 を使っていたんですけれど、池部楽器の、この前池部楽器に行った時にですね、タスカムはマイク入力の音がいいってですね、言ってたんですね。と、あといろいろなところでも、マイクのプリアンプ、ウルトラ HDDA っていうのかな、が、結構優秀だというのを見たり、すると、あと24ビットの 192kHz で音が取れるということなので、今回これをちょっと選んでみたと。もう一つですね、8月ぐらいにやっぱりノイズがちょっと気になっていて、レコーダーを変えてみたんですね。コメントでも、なんでデジタルで撮らないのと、このズームの
F1 フィールドレコーダー、これに、撮ってたんですよね。 U24 からここにつなげて撮ってたんだけれど、Mac のガレージバンドにちょっと切り替えてみたんです。で、今はAdobe のオーディションを使ってるんだけれど、それでですね、最近動画を見直してみたらノイズがなくなっているんですよね。お、これだったのかっていうことで、早くやればよかったっていう感じなんですけれども、ただちょっとガレージバンドでも Adobe オーディションでもなんか原因がちょっと小さめだなっていう、まあ後でね調整すればまあいいんだけど、ちょっとめんどくさいし、ということもちょっと気になって、今回ちょっとタスカムにしてみたというわけです。ということで早速ちょっと開けてみたいと。こんな感じで、まあ、マニュアル類がこう入っていて、A2C のケーブル、本体がどうなってるかというと、はい、こういう具合です。なかなかかっこいいなと。マイクが2つさせるようになっていて、コンデンサーマイク用のファントム電源。で、そのマイクのプリアンプが結構優秀だと。ここら辺が、ゲイン調整、ラインアウトと、これはヘッドホン、これはモニターのコントロール、インプット側かコンピューター側かのバランスを調整する。それであと後ろはですね、こういう感じになっていて、これがラインアウトで、ミディ、一応楽器用にミディがつなげるようになっていて、USB のタイプ C になってます。これはいいですよね。それからあと電源という感じになってます。ちょっと横がすごい色なんで、横だけ派手な感じ、早速とこいつをつなげてみたいなと。はい、今接続が終わりまして、こういう状態で、接続、まあ、接続といってもこのマイクを挿してマイクの電源をオンで、あとやっぱりそれでもですね、今ここで、Adobeオーディションで撮ってるんですけども、ちょっと振れ幅が、ゲインを結構いっぱいまで回していてもこのぐらいの振れ幅なんですよね。ピークランプはついてないので多分大丈夫なのだろうなと思います。あ、ちなみにマイクはですね、アーカーゲイの P220 というコンデンサーマイクですね。ちょっとこいつが少しと原因が足りないのかなと、課題がちょっと、見えてきたりして、なかなか大変。あ、それで右側がとモニター用のヘッドホンということでですね、無事セッティングが終わったと、いうことですね。ただ後ろのと専用電源はつないでないで、USB の、バス電源だけで今駆動しています。マイクの LED はですね、足りないと点滅するっていう話なんだけれど、点滅してないのでこれで大丈夫かなと。それであとは LINE のケーブルが RCA じゃなくて STR 端子でバランス接続になっているんですけれど、リモートでも使うので RCA 端子なんだけども、これを変えてATEM Mini Pro の方に送り込んでやんなしちゃいけないんだけど、そこだけちょっと今できてないと。ということで、つなぐことができたと。ちょっと音の状況っていうか、音質的になんか変わったのか変わってないのかは、実際これを編集してアップしてみて、どんな感じなのかなっていうのをちょっと見てみないといけない。まあ、いずれにしてもこのオーディオインターフェース、持ち運び可能な、ちょっと簡単なやつだったので、しっかりと、卓上型のオーディオインターフェースになって、まあ、落ち着いたという感じですかね。あとはちょっと今度はマイクが気になってくるとそれで現在Adobe オーディションを使っているんですけれども、この Adobe オーディションが超複雑まあ複雑なだけいろんなことができるという意味ではまあいいんですけれどもね、いろいろいじくり回してると。そして実際に Mac の方で
オーディオミディ設定のね、オーディオ装置のところを見るとちゃんと US の 2x2HR が認識して、でフォーマットのところでは 192kHz 24bit になっています。そこから Adobe Audition にとつながって、 Adobe Audition のですね、設定ファイル、今は見れないか、設定ファイル見ると192kHz にもちゃんと対応してますよね。それからあと32ビットのフローティング対応なんですよね。ということはデジタルレコーディングの技術で、その32ビットフローティングポイントっていう不動小数点演算っていう録音方式が今最新の技術になっていて、クリップしないんですよね。16ビットとか24ビットだと、クリップするとクリップしたままになってしまうんだけども、32ビットフロート録音の場合は、解像度を維持してクリップも防げると。それで今までちょっと気になっていたのはクリップもすごく気になってたんですよね。まあファイナルカットでの調整は必要だと思うんだけども、そもそも元の音がクリップしてたらファイナルカットでも直せないわけなんで、それがですね、クリップしない元の音を使えるっていうのは結構すごいことだなというふうに思います。で、さっきも言ったんですけども、Apple が AirPods 製品を全面刷新っていう、まあちょっとこれ実際に Apple がそう言ってるわけじゃないのでどこまで信じていいかっていうのはあるんだけども、あながちやっぱりそういう動きなんか怪しいですよね。ビジョンプロでこの新しい AirPods を使うとロスレスができるようになるみたいなことを言い出して、でも普通に iPhone ではそれは対応しないということで、それはないだろうって思うと思うんですよね。で、多分そこら辺のことについて抜本的な対策をしているんじゃないのかなっていう気がしますね。まあ、全面刷新だから、そう、新しい何かがなければその全面刷新みたいなことはしないと思うんですよね。という意味で非常に、楽しみなところと、それとあとは31日の9時からのイベント、これもちょっと不思議な時間帯なので、どうなっちゃってんのかなっていう、ということで、ちょっとこれから、気が抜けないところになるなと。 AirPods Pro 2の音と同時に、ファイナルの A4000 もかなりチェックしてるんですけれども、もう一方でですね、レッドシュアの S12 ってやつですね、これも結構聞いていたら AirPods Pro 対するとこっちの方が結構ブワッと出る雰囲気なんですね。これはなんだっけ、平面駆動のイヤホン、なので振動板が普通のダイナミックコイルではないという、ただここにこうシワがけする時の形状を固定化するためにビニールで途中までですねコーティングされているんですけども、それがちょっと硬くて、でそこをちょっと外したら、耳に なじみやすくなっていい感じの音になってるなって、まあ、ちょっとここら辺については別にレビューをですねしてみたいなと思います。ということで、今日は新しい音で撮って、まあ、どれだけ変わったかわからないんだけども、まあ、次回、そこについても確認をしていきたいなと思います。ということでですね、この Vlog では、Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチ、お願いできれば幸いです。あと面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。